影分身の術。荒らしてくれちゃったな。俺が相手だってばさ。8月7日金曜、いよいよ公開、ボルト、ナルト・ザ・ムービー。シリーズ最新作はナルトの息子、渦巻ボルトが主人公だ。どうだってばさ。ナルトが7代目ホカゲに君臨する新時代、多忙を極め、家族との時間さえもない父親ナルトをボルトは忌み嫌っていた。そして、俺を弟子にしてくれ、どうしても倒したい奴がいるんだ。なんとボルトは父親を倒すため、ナルト唯一のライバルサスケに弟子入りする。果たして失われてしまった親子の絆は取り戻すことができるのか。クソ親父。そして今作はナルト映画史上初めて、原作者岸本正史先生が制作総指揮を担当。脚本、キャラクターなど、ナルトの生みの親が一から作り上げた渾身の作品なのだ。見てろよクソ親父。え、本当にそういうことなの？お前どんなの？この番組では、そんなボルト・ナルト・ザ・ムービーの内容が気になって仕方のない熱いファンが大集合。その魅力に迫る。やっぱボルト気になるとこだらけじゃないですか、ね、まずそれサスケが師匠ってのもありますけど、なんであんなのお父さん嫌いな。そうなんですよね。だからまあ言ったらその寂しいというかね、かまってほしい時期なわけですよ、ね、子供なんですよね。そうやね。だからおかんの方が気になるわ。ひなた、ひなた、ひなた何してるの。ところで皆さんは、はい、どのキャラ一番好きですか。やっぱ僕はやっぱサラダちゃんかな、ね、やっぱ気になっちゃいますね、うん、あのイノジン、サイとイノの子供、イノジンね、うん、イノジンが言うのよ、うん、お父さんの絵古いしな。言いますね。もうタッチが違うとか言って、あの辺りがねちょっと好きなのね。そうですね、うん、だからお前どんなん描くねんって、もうめっちゃ気になってるもん。蝶々がやっぱ気になりますね。蝶々ね、明るくなるじゃないですか場が、うん、だってサラダのこの暗い感じ、そうだ、ね、ムードメーカーでちょっと明るくなるんでね。いよいよね、頑張りなさい。今作の魅力の一つが、ナルトでおなじみだったキャラクターの子供たちが活躍すること。お兄ちゃん、今日は私の誕生日だよ、早く帰ろう。ああ、そしてこの後、岸本先生からボルトの師匠をサスケにした本当の理由が。僕がそういうノリが好きだったというか、の師匠が誰だったかっていうのを考えてみてください。え、本当にそういうことなの。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。お前がナルトの息子か。父ちゃんの達成時代とは違うんだよ。お前はナルトより薄田トンカチだ。サスケ、あいつを頼む。父ちゃんはどうやって乗り越えてきたの。ナルトに直接聞け。時代は変わっても忍びの本質は変わらねえのかな。俺はそう信じてる。行け、ボルト。負ける気がしねえ。ボルト、ナルト・ザ・ムービー。センスをもらってこの夏を乗り切れ。もみもみ、こみこみ、もみもみ、あーそこそこ、うん、そこそこです。通話料もこみこみ、にゃんキュッパ。あー、うん、ワイモバイル。ベントファイブが夏限定平日ランチ割、11時から14時まで50円引き450円。平日ランチ割450円、8月31日まで。ホットモット。妹の誕生日まで忘れたら俺が許さねえ。8月7日金曜公開、ボルト、ナルト・ザ・ムービー。7代目ホカゲのナルト、そして父親に何かと反発する息子のボルト。一つ一つ回収するほかないな。噛み合わない親子の前に突如現れたのは、桃式、金式と名乗る二人組。執拗にナルトの命を狙う二人が木の葉の里を襲う。
その最中、ボルトを守ろうとしたナルトは桃式の術で消されてしまったのだ。父を救うためボルトは師匠のサスケ、そして五影と共に決死の覚悟で語る。ってる時も可愛いし、あとナルトと喋った後のね、はい、自分一人の時も可愛いけど、見せないんですよね。だから私は見てるけど、ナルトは見てないから、そっか。ナルトはどう思ってるか知らないけど、私は可愛くないガキだなと思って。ですから私この映画父親に捧げたいと思います。知りてえのは父ちゃんの弱点だってばさ。弱点？あいつは弱点だらけで落ちこぼれだった。それを己の力で克服し、おかげとなった。お前が知るべきは、今のナルトではなく、今までのナルトなんじゃないのか。ボルト、ナルト・ザ・ムービーは、8月7日金曜公開。僕が、そういうノリが好きだったというか、ご飯の師匠が誰だったかっていうのを考えてみてください。皆さんご存知のという。僕もそれがやりたかったみたいな。ああ、そうですよ。そういうことか。本当にそういうことなの？本当にキッコロですよ。本当にそういうことなの？めっちゃテンション上がっちゃったんだけど今。おお。だってすごい鳥山先生やっぱね大尊敬してますからね。岸本先生はそのもう鳥山先生のとにかくもう大不安なんですよ。で認められたくて漫画始めたみたいなところがあって、その思いをだからここまで膨らまして、最後のこの映画で、はいはいはい、本なんて出てくるってこと？いいいやいや、それやったらドラゴンボールになっちゃうじゃないですか。さらにこの後ボルトが誕生したきっかけを岸本先生が語る。ヒントがちゃんとあったってことですからね。お前がナルトの息子か。いつだって父ちゃんの達成時代とは違うんだよ。お前はナルトより薄田トンカチだ。サスケ、あいつを頼む。父ちゃんはどうやって乗り越えてきたの？ナルトに直接聞け。時代は変わっても忍びの本質は変わらねえのかな。俺はそう信じてる。行けボルト。負ける気がしねえ。ボルト、ナルト・ザ・ムービー。ここでしか。今回これ以上のものは描けないと言った岸本先生が作品に込めた思いを語ってくれました。僕もやりたかったことっていうのは、親子愛ただ描きたかったっていうことだけでもなくて、もっといろんなものが入ってて、ナルトの15年っていうものを懐かしんでくれたり身近に感じてもらってた方とか、そういう方はすごく共感できる映画になってると思うんですよね。どう考えても面白くなってるんですよ。本当にこだわって作ったので、ただ見てほしいっていうのがありますね。さらにこの後入場者プレゼントの中忍試験で見せつけてやんだよ。いずれ父ちゃんを倒す俺の力を。8月7日金曜公開、ボルト、ナルト・ザ・ムービーを見に行くと、岸本先生の書き下ろし漫画。あんたってさ、七代目より目が青いんだね。シリーズ最高傑作ボルト、ナルト・ザ・ムービーは8月7日金曜公開。見てろよクソ親父。みんな劇場で待ってるぞ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。